はい、お疲れ様です。シルカブ TV 通りすがりの編集部員ゼロです。はい、ファイヤーダゴンのですね、後編をお送りしたいと思います。でね、そういえばね、早速ね、変形させていきたいと思うのですが、ね、変形する際にですね、こちらのダゴファイヤー、変形用のダゴファイヤーからですね、じゃあね、ちょっと合体できないんでね、こちらのちっちゃいね、こちらの変形用のね、ファイヤーストラトスと交代させま、ね、します。ではね、早速行きましょう。火炎合体ではね、行きます。じゃあ、早速ですね。こちらですね。まず、こちら。ね、ファイヤージャンボの変形から行きたいと思います。まずね、こちらですね。ウィングの部分をね、こう上に下げ上げます。その前に、ね、こちらにね、ここにね、ロックがあるんで、ここをね、まず取り外して、こう、ね、こう上に上げます。で、反対側も、こうやって上げます。ね。で、その際にですね、変形する際にですね、ここのね、エンジン部分ですね、エンジン部分の、この、外側のエンジン部分を、こう、取り外します。ね、取り外して、ここにね、ここの部分ですね、ここ。本当はこことここでロックされてるんですけど、変形するときはですね、こちらの方に、このエンジンを付け替えます。ね、なんでかっていうとね、やっぱり変形した時のね、見栄えの関係上ね、こっちに移動するらしいですね。で、こちらも反対側もね、同様に、こう、反対側もね、こう、付け替えます。こんな感じで、ね、エンジン付け替えます。あとはね、もうほとんど完全変形です。こういう風に、こういう風に変形させて、で、ここにね、凸パーツがあって、こっちにね、受けのパーツがあるんで、ここに合わせて、変形、あ、忘れちゃった。ちょっと、すいません。やっぱりね、ポロリがあるんで、ちょっと気をつけてくださいね。こういう風に、ね、こんな感じに、わかるかな？ここにね、こう合わせてあげてください。ん？入らんかな？入らんかな？手順が悪くてすいません。次ですね、こちら足のパーツですね。足のパーツをこういう風にして開けてね、こうどこからこう開けて、でここにね、ここに受けがありますんでね、こことここでね、ロックがあるんで、ここでカチッとね、こうロックされます。収納します。反対側も収納ですね。収納します。でつま先をこんな風にこうね、展開します。で、かかともこのようにね、展開します。ね、展開してみましょう。 で反対側も同じように展開します。ね、このように展開して、ね、かかとも同じように展開します。こんな風にね、展開します。見えるかな、こんな風にね、こういう風に上側に向けてあげて、で、こうですね。ここ、こう、立ててあげます。で、反対側も同様ですね。こんな感じですね。ちょっと、こんな感じで立ててあげて、で、ここのパーツをね、こう、引き立てあげます。一旦ね、ここで、今度はこう閉じるんですけど、一旦ここで止めておきます。ね。外して、分割して、で、ちょっとずつね、ヒンジがあるんでね、ここ、こんな具合に、こう、広げまーす。広げてあげてください。ここのヒンジを、ちょっと、二つあるんでね、ここをね、こういう感じで、こんな感じですね。で、こちらも同じようにですね、こう、気をつけてくださいね。こう、ここの、根元の方をね、こうしてあげてください。いっぱいになってるんですね。これをまず外してあげます。ちょっとね、反対から行こうか。外れるかな。あ、外れた。で、こんな風にね、外れますんで。ね、これを外した後に、ここのね、腕のパーツを、こう、ね、出してあげます。うん、こんな感じ。こんな感じですね。こんな感じに外して、で、こう、出してあげて、ね、
してまたカバーをこれをねこれを戻してあげます。でここですね、ここの赤と黒のね胸のパーツをところですね、ここのところをねこうねこう開けてあげたらこういう風にね頭部が収まってますね。でその前にここのねランディングギアを収納します。こういう風にね最後まで収納しますね、収納してあげます。してここの頭部をうまい具合にこうねこういう風に引き立てて、でここのね胸パーツをこうねまたやったらね、でね続いてはこちらですね、ワイヤーラダーの腕のパーツね、ワイヤーラダーの変形ですね、内側にね押してあげましょう。だからねこれでファイヤーラダーの変形完了ですね。で続いてはこちらですね、ファイヤーレスキューの、ね、変形ですね。これもこっちの皮を上げてこういう風にねここから押してあげたら拳がこう出てきますね。右腕なんでこっちですね、白側にお、ほぼかな、綺麗にはまってくれればいいんやけど、外れるんじゃないかね、がっちりとはまってくれます。これね結構がっちりはまるんでね、はまるかな、お、はまったね、がちっとはまりましたんで、はまりましたね。でこれを腕をねちょっと頭を押さえちゃったかな、で腕をこう下ろしてあげて、ね、でこうですねやって、であとねこのファイヤーストラトスですね、ファイヤーストラトスがどこに収まるかっていうことですよね。でさっきねここのね部分分割して入れてましたけど、ここじゃないんですね。実はですね、先ほど立てたねパーツがありますよね、ここのパーツですよね、ここのパーツをこう押してあげたらですね、あれ失敗したかな、押してあげるとなんと胴体が分割するんですね。こう横から分かりますかね、こうここからね分割して出てくるんですね。してここ見えるかな、ここっすね、ここにファイヤーストラトスを収めるんですね。でファイヤーストラトスはこうですね、この形で収納します。入れなきゃいけないんですけど、まず下のロールのところが難しいんだけどな、ここはちょっと結構シュールなんで皆さん作るとき気をつけくださいね。でまずねこっからねこううまい具合にはめてください。はまるかな、はまるかな、うまい具合にいけばいいんだけどな、ね、レジオも行ったことなかったんで行かないんで、ね、こんな感じでちょっとねこういう風にやってください。というわけで、これでですね、ファイヤーダグオンの完成でございます。いやー、ちょっとね、何回練習してもあそこの胸のパーツだけはうまい具合にはめられなかったんで、ちょっと編集でね、ちょっとカットさせていただくことになりました。見ていきましょうかね。まず正面ですね。で、次、横ですね。で、後ろですね。はい、こんな感じですね。はい、ではね、角の方をね、見ていきたいと思います。ね、まずね、頭パーツですね。頭部ですね。これ、頭部、かっこいいっすよね。ね、こう、角もね、これね、銀色で、こう、塗装されてます。で、ね、額のね、ここのエンブレムですね。ここはシールです。あとね、目とか口とかね、こういうところと全部、部分塗装されてますね。しっかりね、こう、はまってくれてるんでね、そう、簡単にね、外れるってこともないです。ね。あとね、こう、腕のロールも、こう、しっかりありますし、ね、手首パーツも、こう、ボールジョイントで、ぐりぐり動きます。ここどうやって再現するかなと思ったら、これ、ちゃんとね、再現してくれてますからね。再現した上でちゃんと動くように作られてますよね。すごいっすよね。こんな感じですね、可動の方は。あとはですね、そうっすね。やっぱり、あれですかね。バージョンアップ用のパーツがあるんで、こういうね、こういう風な、あ、ちょっと滑っちゃったかな、こういう
こういう風なね、見栄え重視用のパーツもありますんで、ちょっとね、こっちにもね、付け替えてみようかなと思います。これをね、まず、こいつを付けなきゃ話になりませんよね、ファイヤーダゴンはね。どうでしょう。こんな感じにね、ソードが付けられるんですね。あ、はい。かっこいいっすよね、やっぱり。でも、長い、この長さすごいっすよね。ね。はい、まずね、ポーズ一つ目ですね。これですよね、まず。ファイヤーホールドですよね、やっぱりここ。はい、ね。やっぱりね、最後はね、このフィニッシュの後のね、この決めポーズ、ね、どうでしょう。ね、ファイヤーダゴンのね、最後のこのフィニッシュした後のね、この最後にね、こう、ピシッと決めるこのポーズ、僕大好きなんですね。はい、というわけでですね、勇者指令ダゴン、スーパーミニプラ、ファイヤーダゴンをですね、前編後編にも当たってですね、お送りしてきたのですが、もう、そうっすね、今回自分買ってからね、今回これ買った感想なんですけど、ね、やっぱね、良かったと思いました。本当ね。はい。あとですね、今、あれですね。今はもう予約やってるのかな？第2弾の、あれですね。パワーダゴンがですね、もう予約今やってる最中ですよね。自分はもうね、予約始まった時点でもうね、予約しちゃいました。はい。キット化されたいなーって、ミニプラでキット化されたいなーっていうのはですね、そうですね。まあ、やっぱり、勇者シリーズの第1弾目の、やっぱりね、記念すべき第1弾の、勇者エクスカイザーのキングエクスカイザーをねスーパーミニプラ化してほしいなと願っておる次第でございますが、で良かったなと僕は本当ね思っております。あとですね、今回の動画良かったな、面白かったなと思われた方はですね、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。シリカブ TV 次回またお会いいたしましょう。ゼロでした。バイバーイ。